チャイルドプレイ3は1991年のアメリカ合衆国のスーパーナチュラルスラッシャー映画である。チャイルドプレイシリーズの3作目であり、脚本はドンマンシーに、監督はジャック・ベンダー、チャッキーの声は引き続いてブラッド・ドゥーリフが務めた。また、全2作での制作であるデビット・カーシュナーは制作総指揮を務めた。前作からわずか9ヶ月後に公開されたが、 作中時系列は8年後という設定である。アンディとカイルがチャッキーを破壊してから8年後、人形が人を殺したという悪評に苦しめられていたプレーパルス社はようやくグッドガイ人形の再犯を決定する。同社は工場を再起動させてグッドガイ人形のラインを動かすが、誤って死んだチャッキーの血をプラスチックの大家に混入させてしまい、連続殺人鬼、 チャールズリー・レイの魂が乗り移った人形が復活してしまう。チャッキーはプレイパルス社の CEO のサリバンの元に渡ると彼を殺害し、コンピュータの記録を辿ってアンディの現在の所在地を突き止める。一方で16歳となったアンディは未だにチャッキーの事件を引きずっており、いくつかの里親家庭を転々とした後に陸軍学校にたどり着く。学校の司令官である 国連大佐は入学を許可するが人形についての空想を忘れるように進める。アンディはハロルド・オブリー・ホワイトハースとロナルド・タイラー、クリステン・デ・シルバと友人となり、特にデ・シルバとは恋愛関係に発展する。また学生をいじめるブレッド・シー・シェルトン・中佐とも出会う。アンディが入学してすぐにタイラーはジムからアンディへの荷物の配達を頼まれる。 タイラーはその中身がグッドガイ人形であることに気づくと興奮し、開封するために地下室に行く。箱の中から出されたチャッキーは、最初に自分の正体を明かしたものの体に魂を移せるというルールを思い出し、ターゲットに決めたタイラーに秘密を話して、早速呪文を唱え始める。しかしながら唱え終える直前にやってきた国ームによって中断を余儀なくされ、 チャッキーはゴミ収集車の中に放り込まれる。チャッキーはゴミ収集車の運転手を圧縮機の中に誘い込んで圧殺した後に逃亡し、夜にアンディの部屋へと忍び込んで計画を暴露する。アンディはチャッキーを攻撃するが、部屋にやってきたシェルトンによってチャッキーは取り上げられる。アンディはシェルトンの部屋に忍び込んで取り戻そうとするが彼に見つかってしまう。シェルトンは 人形が亡くなっていることに気づくと、誰かが盗んだと考え、すべての学生たちに罰として中庭を走らせる。アンディはタイラーにチャッキーのことを警告しようとするが、失敗する。一方でチャッキーは、タイラーとかくれんぼで遊び、そこで再び魂移しを狙うが、デシルバーがやってきたために中断する。学生たちが去った後、さらに国連員が現れると、 チャッキーは彼にナイフを振りかざすが、刺されるまでもなく、ショックで起こった、心筋梗塞によって絶命する。翌朝、アンディはチャッキーの邪悪さをタイラーに解くが彼は信じない。一方で校内で散髪を担当していた、ボトニック軍曹はチャッキーを発見してその髪を切ろうとするが、逆にチャッキーによって、喉を髪ソりで切られて死亡する。国ムが死亡したににもかかわらず、 クラーク軍曹は毎年恒例の戦争ゲームを開催することを宣言し、アンディとシェルトンは同じ青チームとなる。ゲーム開始前、チャッキーは密かに赤チームのペイント弾を実弾と取り換える。ゲーム開始後、チャッキーはタイラーに本性を明かすとタイラーはアンディからもらったポケットナイフでチャッキーを刺して逃げる。チャッキーはデシルバを襲って人質とし、無線を使って、 赤チームと青チームが交戦状態となるように誘導する。チャッキーはアンディにデシルバと交換でタイラーを引き渡させる。赤チームが発砲を始めると実弾を撃ち込まれてしまったセルトンは死亡する。学生たちに混乱が起こるとタイラーは逃走し、チャッキーは揉み合う学生たちに手榴弾を投げた後に彼を追いかける。手榴弾に気づいたホワイトハーストはその上に、 追いかぶさることで自らを犠牲にして仲間たちを救う。アンディとデシルバはチャッキーを追いかける。二人は近くで開催されていたカーニバルにたどり着く。タイラーは警備員に助けを求めるが、それもチャッキーにより殺され、タイラーはさらわれる。一同はお化け屋敷に入り込み、デシルバはチャッキーにより足を撃たれる。チャッキーはタイラーを捕らえて呪文を唱え始めるが、アンディにより撃たれる。 激怒したチャッキーはアンディに締めかかるがナイフで手を切られた。後に巨大なガンの中に落とされてバラバラになる。アンディは事情聴取のために警察に連れて行かれ、デシルバは病院に運ばれる。成長したアンディ・バークレーを演じたジャスティン・ホーリン。カッコ内は日本語吹き替え声優。チャイルド・プレイさんは前作が成功した後すぐに制作が始まった。2作目の9ヶ月後に公開されたため。 脚本のドンマンシーには非常に厳しいスケジュールの中で物語を書き上げるように強いられた。彼は当初複数のチャッキーを登場させる構想を抱いていたが予算の都合により断念された。シリーズ創始者のドンマンシーにはシリーズの中で最も気に入っていない作品であり、2作目の直後でアイデアが枯渇していたと述べた。 2013年に彼はキャストに満足してなかったことを明かし、特にタイラー役のジェレミー・シルバースは年を取り過ぎと感じ、国連大佐役のデイキン・マシューズは希望していた、アール・リー・アー・メイの原型ではないと考えていたと語った。北米では1991年のレーバーデーの週末に公開され、4日間で約570万ドルを売り上げて、愛と死の間でについで2位となった。 北米では累計で約1500万ドル、世界では約2050万ドルを売り上げた、ロッテントマトズでは13件のレビューで、支持率は23%、平均点は3.9、10となっている。デスレットニュースのクリス・ヒックスは、ひねくれていると評し、プロットを批判した。ニューヨーク・タイムズのキャリン・ジェームズはチャッキー人形を、 素晴らしい技術的成果と評しつつ、この映画は一作目の鮮明さとダークユーモアが欠けていると語った。バラエティからは良質な演技が伴った騒がしい無意味な続化編と評された。ワシントンポストのリチャード・ハリントンは、チャッキー自身はアニマトロニックな大もむきだが、映画のエネルギーと予算は全てそれだけに注がれたのではないかと評した。ザ・ボルティモアさんのスティーブン・ウィグルは、 スラッシャージャンルのどんなファンにとっても楽しいと評した。ありがとうございます。